こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ロシアがついに量産体制を整え SU-57 ステルス戦闘機を配備を開始しました。この SU-57 は F-22 ステルス戦闘機と同等以上に位置づけられている機体になります。それと、もう一つ極超音速兵器発射実験テストも兼ねているとの話。それに、新型ステルス戦闘機の話にも触れて詳しく見ていきますね。最近のロシアの動きが中国との合同演習など動き出したか？ロシア国営通信社のイタルタス通信の報道によると、これまでテストをしていた最新ステルス戦闘機、スホーイ SU-57 によって、アフトゥビンスクの飛行試験センターでの極超音速空中発射型ミサイルのテストに使用されると発表された様子である。そのために使用される初期生産型の SU-57 戦闘機は、すでに11月末に、アフトゥビンスクの飛行試験センターに納入されているとされている。SU-57 は、いわゆる第5世代のステルスジェット戦闘機に分類されていて、超音速で長時間飛行するスーパークルーズ機能、高性能レーダー、長距離射程のミサイルなどを搭載し、高いステルス性能と最高速度マッハ2を発揮して、米国の第5世代である。F-22、F-35 への対抗馬とされている最新鋭ステルス戦闘機である。昨年には、プーチン大統領が、ロシア航空宇宙軍は、2028年度までに、SU-57 を76機受領する予定になっていると発言していて、すでに受領済みの機体のうち4機はシリア内戦での戦闘で実戦参加し、その性能は確認済みであるとされていた。しかし、昨年末に量産1号機がハバロフスク州ドショムギ空軍基地近郊にて墜落事故を起こし、引き渡しが延期されていたのである。ちなみに、この事故の墜落機のブラックボックスを回収、解析した上で、生存して帰還した墜落機のパイロットの証言などから、墜落の原因は、尾翼部の機体制御系システムの故障が原因とみられている。中国においては、この SU-57 を導入して、自国開発の J-20 と合わせて、配備する計画であるが、新浪網という中国系メディが、SU-57 は、J-20 よりも、性能が大幅に劣るとして、SU-57 の導入に疑問を呈する論説を、発表して、物議を醸している。世界のジェット戦闘機は2000年頃から第5世代の開発が進んでおり、米国の F-22、F-35 や中国の J-20、J-31 などがこれに該当するとされていて、このうち F-22、F-35 と J-20 は現在配備が進んでいる。ところが、ロシアにおいては、SU-57 を第5世代と位置づけながらも、先に挙げた墜落事故などを理由に、未だに配備が遅れていることが、SU-57 不要論の一つの理由として挙げられている。しかしながら、J-20 と SU-57 とでは、その役割が違うことから、両機の同時配備は理にかなっていると言える。J-20 は、
高速で敵の対空モア網を突破して対艦攻撃や地上攻撃を行う。攻撃機的な性格を持っているのと比べて SU-57 は同じ第5世代ステルス。戦闘機との空中戦を展開することを想定されて開発されているからで、単に開発が遅れているから不要というのはいささか短慮ではないかと思える。むしろ新浪網社が挙げているもう一つの理由、 SU-57 のステルス性への指摘が的を射ているように思える。記事によれば、 SU-57 の試験飛行などの映像や画像が出回るようになったものの、ミサイルや爆弾などを主翼の下に吊るされているものしか見当たらないとして、ウェポンウェイの開発に問題があるのではとしている。戦闘機の主翼や胴体の下に爆弾やミサイルを吊るすことでレーダーに捉えられやすくなるため、ステルス戦闘機においては胴体内にウェポンウェイ爆弾蔵を設け、その中に格納を搭載して使用時に扉を開いて射出するのだ。このウェポンウェイの動作性能については非公開とする意味は全くなく、むしろ動作の確実性をアピールすべきであるとされていて、秘密主義の中国軍でさえ J20 の開発段階でウェポンウェイを開いて飛行する画像などがインターネット上で流れたことがあったほどだ。新浪網社の記事では、おそらく SU-57 はウェポンウェイの開発が技術面での困難を克服できずに遅れているためではないかと指摘しているのだ。戦闘機が飛行中にウェポンウェイの扉を開閉してミサイルなどを射出する際には、ウェポンウェイ内にあるミサイル、爆弾やその喧嘩装置には気流や加速度などによって相当な衝撃を与えることになるが、精密機器であるミサイル、爆弾の狂いはもちろんのこと、喧嘩装置の誤作動発生などの問題を解決しなければならない。この点についてロシアのメディアは、2016年時点にはウェポンウェイの問題は解決したと報じているが、新浪網社は現時点において実際の映像による証拠はないと論じている。さらに SU-57 の設計における問題点も指摘していて、中国は以前にロシアが開発を進めていたステルス戦闘機 MIG-1.42 の実証機試験のデータを入手していたとした上で、ロシア側はその MIG-1.42 の性能と J20 の性能は同等程度であろうと認識していたのが、実際に J20 の性能を目の当たりにして同等どころか SU-57 で最 J20 に劣るとしてその評価を下げたとしている。それらを受けて、中国国内でロシアの航空技術を研究している専門家でさえも、SU-57 の設計においてはこれまでの技術の蓄積が生かされていないのは明らかとしていると報じているのだった。記事の中では、さらにソ連時代からこれまでのロシアにおける戦闘機開発の歴史に触れていて、米国が新しい主力戦闘機を就役させるとすぐに対抗する新鋭戦闘機を開発収益させてきたとし、例えば1960年収益の米国の F4 には1967年に MIG-23 の初飛行に
成功させていた事実があり、1976年に就役した F-15 に対しては、その10年後には SU-27 を就役させてきたと主張し、そのような開発意欲が、現在のロシアには希薄になっていると指摘している。そして、この SU-57 は、もはや配備運用されている F-22 に対抗しうる。戦闘機ではなく、このまま配備を進めていく意義は、乏しいであろうとしているのだ。最後に結論として、今後のロシアの戦闘機配備計画と運用についても、述べていて、新鋭機として当てにならない SU-57 であっても、現状では主力戦闘機として扱うほかはなく、少ないオーダーでしのぎながら、その一方で 5.75 世代あるいは第6世代のさらに上を行く戦闘機の開発に注力していくであろうと予想している。今回話題になっている極超音速兵器、ミサイルは地上発射から艦上からの発射実験に成功していて、この空中発射実験に成功するとなれば、迎撃困難なミサイルとして敵対国にはかなりの脅威となるであろう。SU-57 が第5世代ステルス戦闘機としてではなく、この極超音速空中発射型ミサイルの発射破破機として存在意義を示す機会となるのかもしれない。そうなれば、2028年までに76機とのあまりに少ないオーダーは現実的であるとも言えるが、そのためにはロシアが新浪網社が論じているように、現時点で第5世代以上の性能を発揮するステルス戦闘機の開発に入っていなければならず、これから氷山化してくるだろうロシアの戦闘機開発のニュースには注目をしていきたい。